お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、またあの大人気企画、バイク飯っていうのをやっていきますけど、今日はですね、まあちょっといつもと違うっていうか、もう同じっちゃ同じなんですけど、この新しいギア買ったんで、で、これがトランギアのアルコールストーブってやつ。で、これなんで買ったかっていうと、今、例えばね、今日今この時間で1月24日なんですけど、マイナス4度くらいなんですよ。時刻は午後1時くらいなんですけど、で、そうなると、もう0度とかになると、ガスバーナーが、威力が弱くなっちゃうんです。で、それ、僕、知ってたんだけど、前回忘れてて、で、前回ね、なんかガスバーナー、シングルバーナーの威力弱いなって思ってたら、多分ね、温度が低下してるために、そういう現象起きてると思うんで、それで今回ね、これ買いました。だから、アルコールバーナー2個体制でちょっとやります。で、今回、僕もこれ初めて使うんで、料理でね。だからちょっと実験的にやりますんで、まあ、いつも通りパスタ作りますけど、まあ、今日のパスタは、まあ、ちょっと残り物とか野菜使いながら、まあ、普通にトマトソースでやっていく感じになります。で、まあ、メインはあくまでもこのトランギアの、まあ、性能実験っていうかね、そういう感じでやっていきたいと思います。ではですね、本日もよろしければ最後までよろしくお願いします。もう見てください。こんな感じですよ。めちゃくちゃ寒い。それで、とりあえずこうやって雪どかして、鍋。いや、寒い。ちょっとね、普通はこういうことやんないけど、寒いから、ほんと寒いんですよ、手が。マイナス4度だからね。だからちょっとこれ、最初に、これどれくらい入るかもちょっとわかんないからね。まあ、これくらいか。とりあえずね、半分までいってないから、3分の2くらいかな。これも一応、用意はしとくけど、まだ火はつけないけどね。で、前回、この、こっちの方ね、エヴァニューの方が火が強すぎるからって強火にしたんだけど、強火にすると、今度ね、あの、パスタを、僕の場合だと、やり方の場合だと、ちょっと待ってね、60くらい、60ちょい折らずに1本をさ、こうやってお湯かけて柔らかくしてやってるじゃないですか、いつも。で、そうするとね、中火だとすぐにパスタを入れると温度が一時的に下がるからすぐに曲がらないんですよ。だから、それで時間かかってたから、今回はもうね、これからは こうやって強火でいきます。で、もちろんね、溢れるんだけど、お湯が溢れるっていうのはね、分かってます。分かってるけど、まあそれは無視して、まあ塩水だけど基本的にはチタンだからそんな錆びないから、どうせなんで、まあそういう感じでやっていこうと思います。まあちょっと無視してね、こぼれるけど、まあそれはもうしょうがないとしてやっていくってことで。寒いな。これここにとりあえず置いといて、で、ごとくはこれエヴァニューのとりあえずこのチタンのごとく使ってみます。ちょっと寒いからとりあえずちょっと暖を取るために、で、この風防ね。で、これは風防はワークマンで買ってきました。499円で新しいやつ。これ絶対必要だから。火はついてるね。ついてないように見えるけど。それで、じゃあ早速切っていく。で、アーリオオーリオを作っていきます。アーリオオーリオ、これね、ほら0度ってもう結構凍ってくるんですよ、オリーブオイルも。まあこれはちょっとまだ大丈夫だけど。で、まずオリーブオイル大さじ1。で、いつも通りこうやってニンニクを、ちなみにアーリオオーリオっていうのは、アーリオっていうのはニンニクって意味、オーリオっていうのはオイルって意味で、この場合はオリーブオイル。で、あの、まあ、アーリオオリオペペロンチーノとかさ言いますけど、ペペロンチーノは唐辛子って意味だから、だからペペロンチーノっていうのは基本的に唐辛子とオリーブオイルとニンニクで作るパスタってことになる。まあイタリアンパセリとかも入れますけどね。あったけー。ちょっともう寒いんで、ちょっと見えてるかな、ニンニク切ってるだけです。見えてなかったら今ニンニク切ってるだけで、まあちょっと、まあ、寒いんでちょっとこれくらいにしてやっていきます。で、次に唐辛子、唐辛子もお好みで、
や雪降ってきたでちょっとまあ様子見ながらやっていきますね。で基本的に火力がどれくらいあるかちょっと今わかんないからね、まあ、とりあえず今火にかけて、でそうするとそれと同時にじゃあこっちにも火入れていきます。で火入れて、おお、はい、でそれで塩ですね、塩は400ミリに対して 4g、 ちょっと今日野菜使うんで少し多めに、気持ち多めに入れます。水の量の 1% が適正です。ちょっと風がちょっと今日あるんで、こうやってまず最初いつも通りオリーブオイルにニンニクと唐辛子の風味を移していく。でちょっと今火力がどの程度か分かんないんだけど、まあ、エバニューの火力よりは低いのはね分かってるんだけどね、まあ弱くはないよねこの感じだと。弱火ってわけではないですねこれだとね。まあ、ちょっとやりながら、で今回からねいろいろ秘密兵器を導入してるんで、まずこのトングね、100均のとかでもいいけどこれ1000円くらいのサーモスのやつだけど、まあ、トングがあった方がパスタ料理はねはかどります。で一応これは下にこうやって置いといてもこれのせいでおかげで地面につかないってやつだけど、まあ僕はなくてもいいんだけどね。例えばこれが普通にさテーブルに接しててもさ、キャンプだから別に僕は気にしないんだけど、まあでもあるならあるで、まあ、せっかくだからそれはありがたいから使いますけどね。今香ばしい味が匂いがしてきましたね。でそしたら一回火から外してアンチョビ、アンチョビをまあ2センチくらいで、アンチョビにこうやってアンチョビをこうやって溶かす、オリーブオイルに溶かして、今溶けたんで、そしたら今度はねこのトマトペースト、いつものやつね、これを入れます。あれやべ、パス持ってきてね。ちょっとねパスタ持ってくの忘れてたので今取りに行ってきました。おお、こういうのあるから危ねえんだよな。で一煮立ちさせたら、これ余り物の野菜です。ね、ほうれん草としめじで、これを入れて、でこうやってちょっと炒める感じで、ほうれん草としめじに関してはすぐ火通るんで、まあ、軽くこうやって、でそしたらこのこれで少し茹で汁でかけとくと、まあもう焦げないんでね、ニンニクとかニンニクと唐辛子がすぐ焦げるから、茹で汁入れとけば焦げないからね、停止されるから。でそうこうしてるうちに沸騰してきたんで、で今回ね前回ママ使ってたけどママはなくなったんで、今回はねこのガラファロっていう、ガロファロか、ガロファロっていうパスタの 1.5 ミリっていうのを使います。これくらい80ミリくらい、野菜が結構多いから細めのパスタになりますね。で細めの方が扱いやすい、沸騰しやすいから。でこれ6分って書いてるけど、まあまあそこら辺はちょっと見ながら、でこうやってこう、細い方がこうやって曲げやすいんですよ、だからやりやすいと思うんです。でしかも今日からはこのトングがあるから、トングでこうやってやるとさらにやりやすいから、
いや美味しそうです。匂いがもう美味しそうだ。でちょっとこっちは漏れるけど、こういう風にね漏れるんだけど強火だからね、まあ気にせず、まあ、茹で汁をこっちに入れればある程度は大丈夫だから。でこういう風にやればエヴァニューのマンカップ500でもパスタを折らずに茹でることができる。でこっちはもうソース完成してるんで、ちょっと、まあ、このまま煮詰めていきます。でちょっと一応ね今味見しますね。火はまだ大丈夫そうだから。でこっちはもう溢れてもある程度蒸し蒸ししていく、うんうん、もうちょっと塩気あった方がいいのかな。意外とねこのアルコールストーブで調理するっていうのもね、なんか ゆっくりとできるからいいかもしれないですね。ゆったりできるっていうか、なんか時間の流れを感じながら。キャンプ場行って結構ね、キャンプ場って暇なんですよ、時間が余るから。だからね意外とそんなスピード重視で作んなくてもこうやってゆっくりね作った方が意外と良かったりするから。ああ、うん、味わい、あのねあれだな、なんかほうれん草の苦味みたいなのはまあまあいいですけど、一応これソースは完成で、ちょっと味見しますね。毎回ね、前回はだからこっちでいろいろやること多すぎてこっち見てなかったら結局パスタが茹でられすぎて、まあ、完全に伸びきってたっていうのが前回そういう状況になってたんで、まあ、今回は大丈夫だと思いますけど。それでこのトングがあるとね、例えばねここは自分の家なんでこれパスタの茹で汁そのまま捨てますけど、キャンプ場とかで芝生でそういうことをやるわけにいかないから、その時にこのトングがあればトングでこうやって移せるんですよ。だからそういうやり方もできるんで、トングはあった方が、まあフォークとか箸でもいいんだけど、意外とねパスタ作る時ってトングはねあった方が便利なんで、トングくらいはね持ってってもいいような気はします。いやいいね、やっぱりアルコールストーブは、まあ、エヴァニューと違ってこっちのトランギアはねエヴァニューのアルコールストーブより火力が低いっていうのは分かってるんだけど、その代わりその持ちがいいっていうかね、火力が低い分持ちがいいから、こういうパスタ料理とかはね火力そんな必要ないんで、こっちは必要だけどね、沸かすのは火力すごい必要だけど、料理はそんなに必要ないから、むしろ長く持ってくれた方がありがたいから、こうやって特徴が違うね2つのものがあればねいいと思いますね。逆にね扱いやすいと思います。でこれ結構、あ、消えたか、ちょっと待って。で今エヴァニューの方消えたんで、そろそろでもね火力強いからやべ氷がもうちょっとだけど、うん、まあ大体いいね、一緒にやってしまおう。こっちでほらこうやってパストングがあればこうやってほらもうこれで終わりでしょ。いやこのトングいいね、使いやすい。でちょっと少し足して、こっちはね、ま、このこっちのアルコールストーブはまだまだ火が持つから、でちょっとだけパスタ硬かったんで、だからこっちで最後こうやってやってあげて、でフィニッシュでいいんじゃないでしょうか。この風防はね、まあ、これが大体ベスト、高さ的にもベストだし、小さい風防とかだとね本当は役に立たないから、風防はね絶対 あった方がいいですが、なきゃ多分ダメだと思いますね。ちょっとねサムネ用にこの今日はアルコールストーブがメインだから、このアルコールストーブで作りましたと、こういう感じでね、もう多分大丈夫だと思うけどね。あ、いい、ちょうどいい、アルデンテですね、ちょうどいい。あー忘れた、まあじゃあ黒胡椒ねちょっと振って軽くね、これも別に600円くらいですからね、高いもんじゃないかな。でパスタオリーブオイルちょっとかけて、香り付けでかけて、でこれでおしまいと。はい、じゃあ完成です。でこれがまあ普通にスパゲティアラビアータですね。でプラスちょっと野菜が乗ってるみたいな感じ。
はい、じゃあね、いただきます。うん、いや、いいですね。やっぱり麺がちゃんと伸びてないから美味しいやっぱこれ麺大事ですからね。いや、うまいな。ちょっと辛みが効いてて辛うまって感じで、アルコールストーブがね、まだまだ残ってるから、こうやって熱々にして食べれるっていうのもいいですね。ちょうどいい、あの塩加減とか辛さもちょうどいい感じで。これあのね、また忘れましたけど、チーズ、粉チーズあればよかったですね。美味しかったと思う。いや、もう熱々で本当美味しい。ガスバーナーだとできたらね、やっぱりもったいないからっつっても切っちゃうからね、意外といいかもしれないね、これね。いや、美味しい。マイナス4度でもね、やっぱりこんな熱々で食べれれば。うん、ちなみに前回だとこっちは沸いたけど、こっちガスバーナーの方はソースがね、沸騰しなかったんですよ。だからそれくらい弱くなるから、やっぱり0度下回るくらいだとこういうアルコールストーブとかの方がいい。あと焚き火とか、ちょっとガスバーナーはやっぱり0度だと弱いみたいですね。実際使えなかったからね。いや、うめえ。このガロファロっていうパスタも、美味しいね。まあ僕正直ね、パスタの味あんまり分かんないんだけど、今まで食べたパスタはまあ全部美味しいと思いますね。このガロファロは美味しい。うん、この最後まで熱々なのは初めて食べましたけど、このアルコールストーブのおかげでね、美味しいね。はい、完食です。ごちそうさまでした。いや、うまかった。ちょっとね、これ空炊きしてるとまずいんで、これ油寄せますね。で、これね、蓋とかあるんだけど、ちょっとまあ面倒くさいっていうか危ないからね、ちょっと今回初めてなんで、今回はちょっとアルコール使い切って消えるまで待ちます。で、こうやって待ってるうちに、こういう風にこの風防はどうしてもね、油とか飛ぶから、まあしょうがないけどね。で、こうやって、はい、じゃあね、とりあえず美味しくできました。それで、まあ、やっぱりね、このトランギアのアルコールストーブは基本的にはやっぱり0度以下とかでもすごい使えるんでいいと思いますね。まあこれからちょっと冬場で、まだこれから寒いんで、今後だからこのバイク飯作るときはこのエヴァニューとトランギアのアルコールストーブを使っていくって感じになると思います。はい、ではね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、コメント、グッドボタンお待ちしてます。それでは失礼します。